大会現地で答えろジオジェッサー in 稲城ということですね、ジオジェッサーたるゲームがまあちょっと前に流行りましたよね。あのいろんなとこを見て情報を集めて、地図上にピンを刺してここが、落とされた場所だろうという推測するジオジェッサーというゲームがあるんですけれども、ルールは他のものとほぼ同じ、みんながやってるジオジェッサーとほぼ同じなんですけど、一個だけ現地へ行けということでですね、現地に行ってその同じ画角で写真を撮ってゲストをしろと、推測をしてこいよという足が重い企画ですけど、思いついてしまったのでやりましょうということでね、この住み慣れた町、生まれてこの方24年間住んでる町があるじゃねえかよいということで、東京都稲城市編挑戦していきたいと思います。で、時間制限なんですけど、時間制限これ10分までしかなくて、多分稲城市内であろうとも10分で行って写真撮って帰ってくるっていうのはおそらくほぼ不可能だと思うので、今回はさすがに時間制限なしでちょっとやらせていただきます。まあ安全運転、あの原付乗っていきますんで、ちょっと安全運転でね、あくまで行かせていただきますんで。ああ、わかんないわけがないですよね。まあやっぱりゆるキャラグランプリ2013、稲城なしのすけが30位になったことですかね。トップ30ですよ、全国規模のグランプリ で東京都で1位ですからね。これすごいでしょ。まあゆくゆくは稲城バーチャル観光大使の座もね、狙っていきたいと思いますけど、早速ねゲームの方挑戦していきたいと思います。ゲーム始まるよ。いいよ。あー、高架下ね。はい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 、まあちょっとね、もうだいたい推測ついたんで、ちょっと現地の方行ってきます。はい、じゃあちょっとコピーロイドにね、あのアリステレスの VTuber 隊を映すんで。ということでね、
きましたね。めちゃめちゃここだね。ちょっと西日が完全に一致です。この見えてたこの日層わかるかな、ちょっとわかりづらいけど、もう完全にここでしょうと。で、あの黄色いね、これあのでっかいあの南北を仕切るやつがあるって、左にしか行けないんですね。はい、ということで1問目のジオジェスターここだろうということで、家に帰ってマップ打ち込みます。帰ってきましたよ。マップを参照しながらね、画面出して見てきた稲城市の、そうですね、河川沿いのマップを見た感じ、この辺か、このまんまこの通りの南武線沿いの高架下のここですね。ここ、あまりにもここだったね。合ってるかな。ここはして現在地の取ってきたスクショ通りに、ここと、ゲース 4m。 簡単だね、こんな問題ね。ポンポンいきましょう。さあ次の問題。あー、はい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 、あ、これね結構新しい町なんですよ。第2回目ですけど、現地に向かっていきたいと思います。コピロイド、行ってきます。ということで、ここだろう。あのマンション、見えてたマンションと、この公園と、この防火水槽、あまりにもここだろう。ちょっとこの公園自体はね、来たことなかったんだけど、いや現地来れるね、これはね。うん、ここでしょ、もう正解わかったね。おだね、じゃあ位置情報をスクショして答えに行きましょう。ただいま、ただいま、ただいま、よいしょ、うん、ああ入った入った、行ってきましたよ。でもね、予想通りですね、若葉台の方でしたね。と、地図で見てみると、えのき公園っていうところっぽくて、じゃあ早速撮ってきた現在地と照らし合わせて
だからね、ここの、あ、ここね、PC デポ、PC デポがあって、そっからこの道をスーッと行くとですね、これだね、えのき公園、ここだね。完全に一致。見て、あまりにも一緒だよね。この景色。大岡水槽。ということで、ここ。ドロップ。ゲース。2メートル。まあ、2メートルは、誤差としてください。いいね。現地行くのね。はい。続いて、3問目。はいはいはい。あー、読売ランド経由病院、ケイトム病院。あー、これはす、おー、観覧車があるね。めっちゃ読みらん。行ってきまーす。ということでね、読売ランドのふもとぐらいまで来たんで、はい、ということでね、うわ、読みは暗くて見えない経由病院ですね。後ろには観覧車があると、まるっきり同じ景色。あ、でこの読売ランドがね、あの冬になるとね、あのイルミネーションがすごく綺麗でね、あのまた行きたいね。ということで3問目の場所に着きました。家に帰って回答します。ただいま。ちょっと一回タバコ吸わせて。うめえ。一服して元気が10倍ぐらいに戻りました。でね、早速3問目ね、解いていきたいんですけど、マップが、表示されてますね。ここの読売ランド、読売ランド、ここかな、読売ランド、読売ランドがあって、これだね、経由病院、あ、もう完全に一致。さあ、ここですね。はい、ポチッとゲス。13メートル。まあ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 、誤差としておいてもらっていいですか。こんなものは誤差だと。はい、次の問題がこちらですね。うわー、これねー、これ稲城駅のちょっと上登ったところ、もうパッと分かっちゃいそうなんで、すぐ行ってきちゃいたいと思います。行ってきまーす。はい、ということでね、4問目の場所に着きましたよ。すっかり夜っていうか、道すがら中学生ぐらいの淡いカップル見て、現実見ずにそのまんま育ってほしいなとちょっと思っちゃったね。はい、ということでね、ここのエニタイムフィットネスがあって、でこっちの工事中だったマンションができてる、新しく変わっちまうんだな街って。ということでね、あの4問目、家に帰って答えていきたいと思います。はい、帰ってきました。4問目ですね。4問目、これがまあ
まあ、行ってみて思った通りの場所だったね。ということでね、稲城駅がここだね。稲城駅ズンズンズン。マップと照らし合わせて、はいはいはい。あ、アクラブ稲城あるんだね。ここだね、エニタイムフィットネスのこの、ここの、この辺かな？この辺の道ですね。はい、ゲース。1メートル。さすがにね、来たでしょ。ちょ、ゼロ出ないな、これ。ゼロ。ゼロって出んのかな？ちょ、次マジでゼロ目指そう。最終問題。行きましょう。マジで。バカ話題だけはやめて。あーはーあーはい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 。まあ大体ね、もう推測ゲスがついたんで向かっていきたいと思います。今日最終問題行ってきましょう。じゃあ最終問題行ってきます。やっと最終問題の現地にやってきました。ちょっと暗くて何がなんだかだけど、左がなんか横並びので、止まれの一時停車って、で、こっちの向こう奥側にね、橋が見えますね。ちょっと家の方はあんま映さないとくんですけど、やっと着いたね。なんかめちゃめちゃ大回りしちゃったわ、無駄に。ということで最終問題、家に帰って答えに行きます。ただいま。はい、ということでね、ラスト5問目行ってきました。マップをね、これ照らし合わせて、多摩川沿いですね。多摩川沿いのどれ、これか、球団なんちゃら園、これだね。バス停マジ真横、バス停マジ真横だから、家と家の間ちょっとマジもう激近0メートルしか狙う。だからここの家の間でしょ、こことここの家の間でしょ、でバス停がこの辺でしょ、ここだね。ゼロ来い、ゼロ来い、ゲス。なんで3メートル、道の真ん中判定なの、何、邪魔だろお前。ってことでね、結果を見ていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、2万5000ポイント中、2万5000ポイントということでね、まあそりゃ当たり前だろと。結果概要を見ていこうか。はい、まず1がここだね。高架下だったとこだね。で、2番目が若葉台の方のここだね。そして3が読売ランドの病院の近くですね。で、4問目がこれ稲城駅のちょっと上んとこ。で、5問目がまあ多摩川沿いの野球場の近く。ということでね、こう見ると稲城結構広いのかな？そんなことないか？ということでね、いやちょっと現地、第1回現地で答えろ、ジオジェッサー in 稲城をやってまいりましたけれども、ちょっとね、思ったよりもね、疲れたんですよ。原付きぶん回して。で、第1回って言っちゃったから、
関東編とか東京、まあ東京はちょっとあの東の方が苦手なんでやんないと思うんだけど、ちょっと第2回はねあるのかねこれね、どうだろうね。まあ良ければねやりたいとは思ってるんだけどね、まあ気力と体力があればということで続編に期待していてください。はい、今日の動画はねこれで終わりたいと思います。じゃあねー。これ最後にさ、ポイントランキングみたいな見れるんだけどさ、1分24分9秒、4分55秒、4分56秒、4分59秒、5分11秒、10分37秒、10分38秒、10分ときて2時間16分42秒。えい、こんなやついる？